イコン、ウラジーミルの生信女現在、イコン、ウラジーミルの生信女は、トレチャコフ美術館敷地内に建てられた聖堂に、このように安置されている。イコン、ウラジーミルの生信女の中央部分を拡大した画像、ウラジーミルの生信女は、聖教会のイコン。ロシア聖教会で最も有名な、生神女、マリアのイコンの一つであり、 世界中の聖教会で広く数形され模写され続けている代表的な生信女のイコンの一つとなっている。聖法教会でも用いられることがある。このイコンはウラジーミルの聖母とも呼ばれることがあるが、聖教会では聖母マリアのことを生仮民女マリアもしくは生信女と呼ぶのが一般的であり、このイコンについても聖教会では ウラジーミルの生信女が正式な名である。聖教会では特定のイコンを記憶して、聖堂を建てその名称とすることがあるが、このイコンを記念して建設された聖堂も存在する。母と子が方を寄せ合って描かれている姿は、エレウサ型の意と呼ばれる形式であり、生信女のハリストスへの慈愛、そしてすべてのものへの慈愛を表し、 かつハリストスがこれから受ける受難を思っての嘆きと忍耐を表しているとされる。聖教会の伝承ではセールカによって描かれたとされている。1131年にコンスタンディヌーポリー総主教からキエフ大公ユーリー・ドルゴルーキーに送られた。1155年にウラジーミルに移され、この遺恨のために当地に建設された精神女終身大聖堂に収められた。 イコンを運んでいた際、イコンを運んでいた馬が、ウラジーミルで止まり進まなくなったことが、このイコンがウラジーミルに止められるべきであることを示す、ものであると解釈された結果であると、伝承は伝えている。1395年、ティムール長による脅威が、モスクワ大公国に迫る中、バシーリー一世はウラジーミルからこのイコンをモスクワに、借り受けた。 バシーリー一世をはじめとした、モスクワの人々がこのイコンによ通し祈り続けていると、翌日には、ティムール町の軍は引き上げていたという。この奇跡が、きっかけとなりモスクワはこのイコンのウラジーミルへの、返還をせず、代わりに模写をウラジーミルへ送り、イコン、ウラジーミルの生信女は、モスクワクレムリンにある生信女終身大聖堂に、収められた。 1451年と1480年にも、タタールの大軍からモスクワが守られたのはこのイコンによるとも伝えられている。現在はトレチャコフ美術館に所蔵となっている。ありがとうございます。